こんばんは、木村拓哉です。本日のテーマは、リマーリー7.7%、5411、54 PR3.9 倍ということで、JFE ホールディングスをご紹介いたします。まずは JFE ホールディングス企業の概要を見ていきます。そこ生産国内2位の企業グループで、鉄鋼事業、エンジニアリング事業、商社事業を 軸とししした会社でありりままててグローバルに展開しております JFE ホールディングスの世界的に見たシェアそれから立ち位置など鉄鋼業界の方も見ていきたいと思いますまず鉄鋼業界ですけども総出荷額16兆円その中でも鉄鋼業界の市場規模は約12兆円 という,ふうになっておりますこれはですね、製造業全体の GDP に占める割合は8.4%に及ぶということで、2016年時点ですけども、まあ、かなりのシェアを占めているということで、かなり重要ということが分かるかなというふうに思います。さらには鉄鋼業界はですね、産業機械産業、自動車製造業、情報通信機器産業、えー、さまざまな 産業の基盤となっておりますで,ですね。これからは情報通信機器産業こちらに貢献すると思われます。この情報通信機器産業約38兆円の規模もありますし、自動車産業これ EV に変わっても、えー、骨組みとかですね。 まあ、エンジン関係は使われませんが骨組み、ボディなど様々な部品で使われると思われます続いて日本国内の素工の生産量こちらですね昭和前半からですね、急激に高度成長期に連れてですね、かなり上ってきたんですけども早々昭和も40年代、50年代にはもう下り坂になっ でもう中国をはじめとするですね、他の海外メーカーに価格で負けてです、ね、かなり横ばいが続いておりますしかしながら鉄鋼は産業の米とされえ建築土木自動車産業機械電気機器など製造業に不可欠な素材でですね日本の基幹産業の一つ となっておりますしかし、素材産業のため、需要先の業界の景気の動向に左右されやすい、え貿易摩擦や通商問題の対象となりやすいというデメリットもあります。またです、ね、巨額の設備投資が必要となるほか、製鉄業を営むには豊富な資金力も必要です。でですね昭和の 前半から非常に好調だったんですけども、近年は経済力をつけてきた新興国、中国やインドなどの資源国の鉄鋼メーカーの台頭にやられてですね、まあ、生産過剰に陥り、価格競争が激化し、先進国メーカーも M&A を繰り返す事態となっております。そんな中ですね 今現在、鉄鋼業は製造の際に温室効果ガスを大量に発生させるため地球規模対策などの対応が求められているということでこれから日本鉄鋼業は積極的にです、ね、温暖化対策を推進されることが期待されますということでこれはですね、まあ、昭和の前半からかなり下り坂横ばいを続けていたんですけども、まあ この温室効果ガスはですね、内燃機関の自動車には逆風なんですけども、鉄鋼産業においてはですね、新たな技術が必要ということで、日本のメーカーもワンチャンあるんではないかと、個人的には思っております。で、JFE ホールディングスの成り立ちということで、かなり昔からあるんですけども、最新で、 JFE ホールディングスという名前が付いたのはですね2002年9月27日であります、こちらはです、ねえー、こんだけのです、ね、7つの会社がです、ね、事業会社を設立し、でさらに2013年には JFE ホールディングスという名前で、この4つの分業です、ね、になって、鉄鋼は JFE スチールですね。 商社としては JFE 商事ということで、まあ、3つの事業がコア事業というふうになっております。JFE ホールディングスのコア事業の3つの割合ということで、鉄鋼事業が61.4%、エンジニアリング事業が13.2%、商社事業が25.4%というふうになっております。 国内における JFE というところを見ていきますけども、えー、国内では第2位という規模を誇っておりまして、今期なんかはです、ね、売上高4兆円超えているんですけども、日本製鉄さんも非常に好調で、JFE を上回るということで、今期もどうやら第2位というふうになっておりますが、こちらを見ていただければ分かるように、ね、ベースト30まで載せてませんが、今後もですね、えー 九州合併など、えー、必ずあるというふうに思っております。ですね。祖国生産上位30社ということで、今度は世界的に見て JFE はどこなんだということで、こちらベスト8まで乗っておりますが、残念ながら日本は第5位の日本製鉄が、えー、やっとということで JFE はまだ入っておりません。じゃあ JFE はどこなんだというところを見ますが、 こちらですね、14位まで下っていかなければないということで、先ほどの1位から8位ですね、これ19位まで見ますけども、もう半数が中国というところを見るとですね、やっぱり中国というのはですね、製造業においてかなり今、優位に立っているということが分かっていただけるかなと思います。JFE のこちら株価チャートです、月足です。コロナショックで626円。 でねまあ、平成に入ってもあまり好調とは言えなかったんですけれども、それでも2800円、3000円、2800円という値をつけておりましたが、現状ですね、1810円というふうになっております。時価総額は1兆1121億円ということになっております。ここからは JV の通期の業績予想、数値の方を見ていきます。売上高え、右肩上がりで2020年度もですね、予想ではこれ4兆円ですね、を超えていくる予定だったんですけども、まあコロナの影響もあり、営業利益、経常利益、最終利益ということで大赤字ということで、そこから V 字回復したんですけども、まあ、 21年度も赤字、ようやくここにきて、ですね4兆円超え、最終利益は2700億円の黒字ということで、1株当たりの配当が140円ということで、V 字回復というふうになっておりますが、やっぱりですね、こんだけ差がある、えー、通期の業績予想というのもですね、まあ、ちょっと見ると怖いという感じはします続いてての業績3ヶ月決算見ていきます。 苦戦した20年度、やはり売上も営業利益も上がっておりませんが、21年度に入って、まあ、3ヶ月ごとで1兆円を超える売上ですね。で、利益もしっかりと黒字になってきており、前年同期で見ると、売上高39%、最終利益も2.3倍と。 いうことになっておりますし売上営業損益率ですねこちらがもう20年度後半から、ね、プラスになっているというところがですね注目です続いて収益性を見ていきます ROE と ROA ですねまあ、見ていただければ分かる通りですね2020年度赤字でしたので ROE-11.13 ROA、e、が -4.23 ですけども 2022年3月、まさに今月です、ね、の予想ですけども、ROE は14.31、r o e は,、e、は5.17になりそうです。キャッシュフローの方も同様にですね2020年度、大幅な赤字でしたが、その分、ですね、21年度、22年度で取り戻せそうです。そんな中、財務の方です、ね、自己資本、ちょっとずつですね。まあ ほんのちょっとですけども、崩しながらもです、ね、自己資本40から36.1に減少してはおるんですけども、な、ま、ん、あ、とか耐えたという、なんとかというのはちょっと失礼かもしれませんが、まあ、耐えたというのがです、ねまあ、現状、ふさわしい言葉なのかなという感じはしますが、自己資本剰余金ですね、大幅な動きはないと言ってもいいでしょう。 セグメント構成ですけども、先ほどですね、見ていただいたのは、JFE のホームページから引っ張ってきたもので、今回、これはですねマネクス証券のものですけども、撤行61.4%なんですけども、利益率がマイナスになっております。これはですね、2021年度、3月期の決算のものですので、今期はですね、ここが大幅にプラスになってくる模様です。 黒字になっているというところはですね、見ておかなければなりませんが、売上構成比からすると、足しても38%程度となっております。今後ということで、JFE の中期経営計画、で3つのコア事業のまず、鉄鋼事業ですね、売上構成比50%を超える鉄鋼事業。 やっぱりですね、鉱材トンあたりの利益、世界トップレベルを目指し、カーボンニュートラルに向けたイノベーションも推進するということで、これが大事ですね、やっぱり量から質への転換ということで、量や価格ですと、中国に負けてしまいますので、やっぱりですね、JFE にしか作れないもの、高度な技術での強靭な事業構造の変革。 ということで、2024年度、収益目標が2300億円というふうになっておりますが、景気がですね、道具かは分かりませんが、JFE のです、ねまあ、構造、それから、ね、会社の規模から見ればです、ね、そんなに難しい数字ではないというふうに思っております。で、次、第2のコア事業、商社事業ですけども、もうすでに2020年度。 もうですね、21年度も黒字でしたので、さらなる強化ということで、国内鉄鋼需要のです、ね、徹底補足ということで、JFE グループの存在感を高めて収益維持拡大ということで、まあ、維持すれば十分かなというふうに思います。で,です、ね、自動車向け恒材の SCM 強化ということで、 まあこの SCM というのは、ですね、まあ、熱炭と言われる、まあ、ザラザラした鋼材のことですね、まあ、冷炭と熱炭という2つのがあるんですけども、この熱炭と言われる方ですねの配点 SCM の強化ということで、バージョンアップしたものですね、こちらをですね戦略品種としてですねは拌していき、電気自動車やまあ燃料電池車、こちらにつなげていきたいと。 さらううに,には海外の事業の取り組みも加速ということで日本以外に中国、ASEAN、アメリカですねこちらの方にも進出強化していくという風になっております。最後のコア事業エンジニアリング事業の重点政策ということで鉄鋼事業はさらなる 拡大で、商社事業の方はですね、まあ、現状維持という感じで書いてありましたが、エンジニアリング事業もですね、成長セクターとして事業規模をさらに拡大となっております。でやっぱりですね、この基幹インフラ、こちらですね、えー、新技術で貢献と。 ということで、こちらはですね、どうやら、まあ、ちょっと物を見るとですね、私、難しくて分からなかったんですけども、この2600億円というのがですね、どうやら、このエンジニアリング事業では鍵になってきそうです。でさらにはですね、時代に合わせたニーズとして、リサイクル事業の重点投資と全国展開ということで、こちらも2900億円というふうになっておりますので、やっぱりですね、拡大すればですね、それだけ売上収益も、 拡大するというふうになっておりますし、カーボンニュートラルに向けては、ですね再生エネルギー事業へに貢献するですねものづくりということを進めていくようです。最後に JFE の中期経営計画の目標ということで、事業利益、こちらがですね3200億円で、ROE が10%。 とということで今期もです、ね、もう14%になりそうですので、まあ、現状維持でいけば何ら問題ないということなんですけども、やっぱりライバルが非常に手強いということもありますし、景気に左右されるというところもありますので、これは正直、難しいというよりもです、ね、読めないというのが正しいと思います。あと、気になるところではです、ね、やっぱりエンジニアリングリグの売上収益がかなり上がってきている。 というところを見ると、ですね、やっぱりもう鉄鋼事業を上回る利益になるということですので、ちょっとですね、こちらのエンジニアリング事業、こちらをしっかり見た方がいいのかなというふうに思いますし、商社事業とですね、エンジニアリング事業は20年度も21年度もプラスになっているというところを見ると、ですね、鉄鋼事業が逆に足を引っ張っているという感じもしますので、ちょっと とすると、JFE はですね、もう鉄鋼事業のイメージがなくなってしまうのかなという感じはします。で最後に株主還元、配当不成功の方はですね、えー、変わらず30%を目標ということになっております。結論とまとめです。世界的需要はあるが価格で中国勢にあっという間に抜かれ、海運鉄鋼は景気敏感株と言われ激しい業績の動きがあります。 非常にです、ね、景気にも左右されますしお客様の動向によってかなり動きが激しく動きますので当然、株価も激しく動きます。ですので今回ですすの今回ね 好調の中、PR が低いのはそのあたりが影響しているということで、まあね、配当で利回りもいいんですけども、またどうせすぐ下がるでしょとかですね、まあ、今だけでしょって思われているのは現状ではないでしょうか。私もその中の一人です。ですが、利回り7%といって、指を加えて見ているわけにはいかないので、まあ、100株買うのはちょっとどうかなと思うので、1株で様子見ということで、 とりあえず1株からですね始めて、まあ、買い増しもしないかなという感じはしますが、まあ、とりあえず1株買って様子見、まあ、日本製鉄も同様にですね利回り6%を超える数字ですので、非常に魅力的なんですけども、まあ、海運もそうですよね、いろいろな、えー、海運業者、利回り、非常に高いんですけども、人気がない、株価の方が上がってこないのは、ですねやっぱり激しい業績の動きがある。 というのはですね皆さんよく分かっていてですね、まあ、人気がないというのが現状だと思いますでそんなワン株をですね私、こちらマネックス証券のフェルシーで買っておりますので皆さんもぜひ検討してみてはいかがでしょうか私、ですねこのフェルシーで買った銘柄などですね、えー、動画に上げておりますのでぜひ皆さんそちらの方もですね、えー、参考にしてみてください 本日は JFE ホールディングスをご紹介いたしました海運鉄鋼というのはですねやはり景気敏感株と言われですね今季も高い利回りになっておりますが来季はですねもう本当に一寸闇という感じもしますしかしながらこれがですね日本経済、日本鉄鋼業界の回復の兆しであるかもしれません。 まあこれは何とも言いませんが、これが何年続くのか、どれぐらい続くのかというのがですね、まあ、目先の注目というところとですね、まあ、鉄鋼業界に限らずですね、カーボンニュートラル、こちらがどうやら鍵になりそうですので、まあね、JFE を語るにはですね、やっぱりカーボンニュートラル、カーボンニュートラルを 語るには、まあ、世界動向ですね。まあ、こちらが非常に鍵になってきますが、まあ、いずれにしろ高い利回りだけにですね惑わされず、えー、株式投資の方を行ってください、えー。本日の銘柄紹介は以上となります。ぜひですね、私に対するコメント えっとですね、あと、株式投資に関する質問等ありましたら、ぜひコメント欄よりお寄せください。あと、チャンネル登録、ぜひお願いします、えー。チャンネル登録者数が激減しております。ぜひですね、チャンネル登録をして、難品おやじを応援してください。本日は以上です。難品おやじでした。